柳葉木馬を棒アメリア伝セフローラフック、イアーンは、イラクサカの木本。カラムシ属では日本で唯一の木本。高さ2から4メートルになる低木。幹は多く分子し、若枝には灰色の短い毛が生える。葉は耐性で、長楕円型から非神経、稀に卵型となり、長さ6から14センチメートル、幅は1から3センチメートル。葉は,トル葉は、 洋室で、先端は栄線等、つまり少し突き出しており、基部は、やや幅広く終わる。波表には全体に伏せた毛が多く、裏面では、脈状に伏せた毛が多い。タク様は非心型で、先端は細く尖り、長さ約4ミリメートル。私有同種で、私有は別の過剰なし、いずれも溶液に生じる水上果樹である。お花女は、はと、 同程度の長さかやや短く、メバナジョはより長くて、時に20から30センチメートルに達し、垂れ下がる。琉球列島に分布する。小笠原には、小笠原木馬を B ボニネンシスがあるが、これは同種と考える説もある。ユーリストでは、本種の変種バリエーション、ボニネンシスとしている。国外では、台湾、中国、フィリピンに産する。 低地の石灰岩地に生える。本属には、カラムシなど多くの種があり、低木状になるものもあるが、木本であるのは日本では、この種だけである。イラク坂の樹木には、柳いちごや、ハドノキなど、日本南部に数種があり、やや似ているが、メバナ状が長く伸びて垂れ下がるのは、本種の良い見分け点になる。以下、種として、サタケホカ、P94 初島。 P234 池原 P17 ありがとうございます。